じめまして、ペサリ京子です。私は国認定の能力者、日本で3人にしかいないんですよ。1人は京子ちゃん、2人目は知らない、3人目も知らないということですね。なるほどです。今日は山ちゃんと一緒に、はい、ゲストということで、はい、よろしくお願いします。本当に今日お忙しいので、まあ、サポートをすればいいんですよね。僕の能力サポート、あ、でももう今から行くんで、まあ、除霊だったりとか、あ、そんなの私がやってもらいたいなっていう。でもね、できないことはできないで、はい、誰ですかこれ。あ、これは多分知らない方です。知らない方が、はい、まあ、できないことはもうできないで大丈夫です。わかりました。はい、その場でも無理ですと言ってもらう。今ここ現地にいるんですよね。今は現地に今到着してるんで、まあ、ここから歩いて、はい、ちょっと一緒に行けたらなっていう。この場所はどういう場所なんですか？まあ、ここはそうですね、純一くんっていう男の子が、はい、まあ、このトンネルを通った時に、まあ、事故で亡くなった。目の前にあるんですよね。あ、そうです、そうです。まあ、さっき後で行くんですけど、うん、まあ、事故で亡くなってしまったんですよ。あら、はい、で、その何年前？もうそれはもうだいぶ前です。もう50年とかもう何十年も前です。50年以上前。何年も前です。で、まあ、亡くなったと。うん、で、ここのトンネルを通るバイクを乗ってる男性、うん、で、名前が同じ純一っていう子だけが事故に遭って亡くなるっていうのが多発したんですよ。純一縛りなんですね。そうです。大貧民で言うと八切りみたいな。八切りみたいな。八は切られちゃう。はい、そういうことです。二に勝つのは、二に勝つのはジョーカー。ジョーカーです。ジョーカーに勝てるのは、ジョーカーに勝てるのは二。ということで、まあまあまあ、そういうことですね。はい。なので、結構曰く付きのスポット、もうだいぶ曰くあります。で、この裏手に廃墟があるんですよ。あ、このもうこっちです。逆側なんです。こっちですね。はい、そうです。そこはもう火事とかで なんかもうね、あ、火事が起きて廃墟になっちゃったの。なってるっていうところですかね。で、結構危ない場所的に。危ないですね。あとはその熊が出ちゃうんですよ。した熊が出ちゃうんですよ。でね、その動物的な怖さもあるという。うん、はい、なんで、まあ、それが一番怖いですよね、どちらかというと。まあそうですね。だから、いろんなものから身を守りながら今日は、うん、ちょっと行きたいなっていう。でも熊が出てきちゃったらどうすんの？後ずさりですね。本当？本当です。あ、そうか、後ろ、はい、こう。そう、背を向けたらアウトらしいですよ。それ本当？はい。ダッシュで逃げた方が早くない？熊時速60キロなんですよ。後ろ向きでやるとあっち走ってこないの？60キロで走ってこないみたいですけどね。ああ、うん、なるほどね。でも背を向けたら、あ、こいついけるってなっちゃうらしいです。あ、もう食えると。あ、もうこいつ食えるなっていう。なので、え、そういうグッズとか持ってないの？撃退スプレー、熊を、うん、鈴とか。いや、もうこれだけですよ。あと男らしい、ナックルだけです。たくましいね、こういう。あー、うん、ね、うん。ちょっと気をつけてください。気をつけてください、本当に。そうです。そちら系のね。そう、そちら系の。フュージョン系の話はやめた方がいいです、ね。フュージョン系の話すると多分、プチってなっちゃうと思うんで。イルミネーションみたいなね。ね、結構静かなってことね。うん。じゃあ、私からちょっとかけようかな。はいはい。あとで山ちゃんにもちょっとかけてあげるね。あ、ありがとうございます。カメラマン大変なんで。服の上からもかけちゃった方がいいかもね。確かに。そんだけ出てたら。あ、危ない危ない危ない。京子さん、はい、京子さん。うわぁ、なんであんなスピード出すの。それ京子ちゃん、帽子も。はいはいはい。帽子もいいですかね、これ。あ、いいですよ。ちょっと行ってみましょう。早速。あ、いるね、ほら、人が。え、いないでしょ。今いたよ。え、ほら、見えない。山ちゃんさん見えないっすよ。一人いるよ、人が。え、本当に行ってます？奥奥。いや、いない、いないっすよ。いるいるいる。え、白い服着た人、ほら。
こっから見てもらおうかな。いるじゃん。え？奥。本当？よ、大丈夫後ろ。人人。人？人。リアルな？リアルリアル。二人組かなあれ。行ってみますちょっと。行ってみるの？はい。わあ、私が前に行った方がいいの？はい。とも前行っちゃってください。え、でも見えてないですけどね、俺。ん？俺には見えてる。あ、ちょっとなんかふわーって霧みたいになってるから今雨が降って。はいはい。なんでここはこんなに雨が降ってんだろうね。確かに。水が。確かに。トンネルの中びちゃびちゃで何の声今の。誰か来たんじゃないですか。ラブホテル？か、いやでも外にいるっすね多分。くしゃみだってね今。くしゃみですね今のは。あ、後ろ危ないっす京子さん。これ通行料。あ、違うわ。あ、違うわ。上行ってるわ全員。多いねみんな。確かに。ここでも土曜日なんで。土曜の夜だから。そういうことです。このホテル。京子さん気をつけてくださいね。何を？発言。え？いやいや、あのそのままその今ホテルの流れから。それ言ってってこと？違います京子さん。はい、京子さんあの僕のアカウント除霊されちゃうんでそれ。あ、そうね。はい。そっちの除霊じゃないと。僕のアカウント成仏しちゃうんで、ちょっとお願いします。あ、もうこの気温が違うの分かります。分かります。霊気を感じます。はい。これ多分ね、水がやっぱ多いから。はい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 。水の音聞こえるし。聞こえます。これ水場はね、結構ね、インプットされやすいんですよ。これなんか、おかしくないですか？ここだけ。本当に。寒いね。うわっ、何の音？ガシャンガシャンってね。はい。まあ、ちょっとまだ中には入らないんですけど、はい、ここがまあ純一くんトンネルっていうところで、ここはあの純一さんが通ると死んじゃうっていう。そういうことです。で、ここのトンネルそういう事故があまりにも多すぎて、その親がもう死なないで純一っていう看板を立てたんですよね。そしたらその事故がなくなったと。この看板はどこにあるの？もう今はもう撤去されてます。撤去されてる。もう昔はもうそこにあったと。え、あ、ふんって聞こえたね。はい。で、ちなみになんかあっちの方だね、ふんって。ちなみになんですけど京子さん、はい、この後この上の山に行くんですけど、ここどういうこと？この後なんですよ。まあ、まだ行かないですけど、後ほどここが熊が出るとこ。ちょっと待ってね。はい。もう明らかに熊出るよね、竹やぶ。はい。ここに私を登らせようとしてんの？はい。山ちゃん。はい。侍の霊が出る。こんなとこ登れるわけないじゃん。登ります今日は。帰っていい？今日は登ります。頑張れるかな？頑張れます。終わったらラーメン食べましょう。本当に？はい。本当です。じゃあ行きましょう。行きましょう。じゃあ一旦このトンネルは後ほどということで、ここから今から廃墟に行きます。やっぱなんか雰囲気がね、このやっぱホテル街の裏っていうのが気持ち悪いね。なんかね、で今から行くところの廃墟も元々はホテルだったんですよ。あら、何ですかそれ。温度低い。寒いですもんね、だってこう。あ、おなら出ちゃった。で、おならしましたよね、今ね。今両方出ちゃったね、こう。ラップ音みたいなね。さっき生ハム食べたんで。はい、ゆで卵も食べてたしね。ゆで卵ね。いや、なんか温度が全然違うんだけど。全然違う。寒いね。寒いっすよね。水が。ここはね、まだ暖かいけど。いや、綺麗なお花ですね、これ。これは何ですか？これは、ボタンですかね。これボタン。朝顔かな。ちょっとみんな分かりますか、ね、これ何ですかという。これボタンですか。朝顔。梅雨の時期。紫陽花。紫陽花。はい。ちょっと食べてみようかな。一かけだね。はいはいはい。苦い。うん、やめましょう。紫陽花。紫陽花。え、京子さん、紫陽花毒あるって書いてあります。え、ちょっと待って。京子さん、え、あ、実際毒が本当に、はい、本当にちょっとコメント見てて、ちょどこに毒があんの？
死んじゃうだって何が死んじゃうの。ちょっと水を京子さん何でも口入れちゃダメですって。え、飲んじゃダメってこと。舐めちゃダメ、だからそのじゃ汁が出てもダメでしょ。どこの汁。だからその葉っぱのですよ。毒があるからカタツムリが来るんだって言ってます。えすぐ効くの。いや、わかんないです。ちょっと葉っぱに毒が入ってるって。ん、あれ花だよね、食べたのね。花は、葉っぱは毒よ。花は大丈夫なの。花は大丈夫。花びらは大丈夫。はい、花びらもうやばいよって言ってました。ちょっと待って死ぬのマジで。いや、京子さんこれ最終回じゃないですか。え、どんぐらい出てくるの症状。あ、ちょっと気持ち悪いかも。え、どんぐらい出てくるの。山ちゃん本当にコメントで読んで。今読んでます。3、40分後だって。え、病院連れてってよ。本当に。そんくらいなら大丈夫って人もいます。大丈夫、食べてないよ、舐めただけだよ。舐めただけなら大丈夫。マジさ、大丈夫って書いてある。大丈夫。致死率は 50% って書いてあります。もうさ、半分死ねえ。50% 多いね。結構多いですね。グーとチョキでしょ。はい。致死量じゃないから大丈夫だそうです。致死量があるんだ。はい、今専門家の方が来てました。専門家いるんだ。はい、はい、コメント欄の専門家の方が。あ、びっくりした。僕もびっくりしましたよ。急にあんまり食べちゃダメなんで。あんまり良くないですね、それ の、ね、に咲いてるの、はい、このライトがめっちゃ熱くなるね、意外と。そうですね、多分光量を多分、ね、抑えた方がいいかもしれないですね。今は使わなくても、まあ、確かにね、こう明るいんで。ちなみになんですけど、はい、入れないんですけど、これも心霊スポットです、このホテルの。これです。これは結構有名なハイホテルですね。これはホテルなんだ。これハイホテル。ほんとだ、ハイラブホテルですね。へえ。入れないですけどね。これなんでハイホテルになっちゃったんだ。経営不振とかですかね。だからそのなんでこういうの残しとくんだろうね。まあ多分そのお金がもうないんでしょうね。そう、取り壊す。大体そうですよ。なんかその取り壊すのに何千万とかかかるから壊せない。ね、これは下ですか。これ下です。このまま行きましょう。はい。そう、解体費用ね。でも何件もあるね。10件ぐらい。何件もありますよ。どうですか、何か感じますかね。ん、全然まだ大丈夫ですか。はい、ここは普通に明るい場所だ。あっちの方が危なかったかな、ちょっと、ね、あ、トンネルの方。あ、なるほどなるほど。ここはなんか入り口みたいな感じで、おっ、何ですか、この音。え、何やってんじゃない。いや、何を。あ、京子さん。え、そのフュージョン。フュージョン、あ、なるほど。フュージョン、ね、マットの音じゃん。あ、どんどんってね。フュージョンマットン。はいはい。でもろそうじゃない。そうですね、今ね、ドンパンドンブタッみたいなね。ここだね、ここ聞こえた。はい、聞こえました、確実に。危なかったですね、今ね。びっくりした。僕もびっくりしました今。ちょっとライトがつかなくなった。え、あ、つった。つけます。あ、びっくりした。何、接触不良ありますか。あ、はいはい、もちろんです。びっくりした。京子さん行きましょう。ありがとうございます。もう着きます。見てください、一気に見てください、これ。うわ。これですよ。一気にこの、この空気感。ちょっと道が危ないですよ、僕。そうですね。一気に空気変わりました。これが山の裏。これが、ホテルの裏にある、ハイラブホテルですね。そこの、やだね、この雰囲気が、はい、あのなんかシミみたいのがさ、その霊がいるところは黒カビが生えるらしいです、うん、こういうのね、はい、カビとかやっぱジメジメしてるところ多いんですよ。そうらしいですよ。あと匂いが強くなる、生臭いとか。ああと、ね、それ霊臭というらしいです。山ちゃん、そういう場所あったの今まで。ありましたね。それこそ鳥取のところがもう黒カビだらけで、まあ、声が聞こえたところなんですけど。
何匂いとかもそうだった。もう全然もう耐えられない匂いですね。マスクしないと。マスクも貫通したぐらい。何の匂いなんだろう。なんか、ね、なんだろう、生臭いのと、なんか湿気みたいな匂いと、うん、あとなんかうんことかそういう、なんかそういう汚物みたいな。 このちょっとミラーやばいね、はい、この一番、はいはい、これはちょっと通り道になってますね。例のこの角度、はい、こっちから来てこっちから抜けちゃう、こっちからも入ってくると思う、はいはいはい、あまり良くない。ここがね、ここが出るかな、うん、あ、なるほど。これもここに集まっちゃうみたいな。もう分かりますか、それが。分かりますね、構造的に。京子さん、もうすぐ、もう見てください、これ目の前見てください、これ。これですよ、京子さん。これ。はい。行きましょう。行きましょう。なんかちょっと匂いが。ちょっと今日ね、雨がなんか湿気っぽい、すごい。まあ確かにジメッとしてますね。湿度が高くてね、うん、何ですかこれも。これも廃墟。これも廃墟ですね。ちなみに京子さん、はい、左を見てください。これです。ちょっとやばいっすね。すいません、帰ります。京子さん、京子さん、帰る？ちょっと無理っすね。京子さん、これですね。いや、これは無理っすね。ちなみにこれ、僕一人で来た時に、うん、あそこ木の扉があるんですけど、はい、それがバーンっていきなり閉まったんですよ。閉まった？じゃあ開いてたってこと？開いてたんです、もともと。それが勝手に閉まって、今も閉まってます。今は閉まってる状態？今は閉まってます。なんで閉まったの？いや、わかんないです、本当に。風？いや、風吹いてなかったんですよ。中から？中から閉まったんです。押す、引く、どっちタイプ？開く、いや、引くタイプです。ほら、何の音？引くタイプ？カサーンってね。音に敏感だね、山ちゃん。結構、ね、そうです。音で聞こえるタイプだね、はい。ちょっと京子ちゃん無理かも。あとイノシシ出ました。俺待ってていい？え、京子さん、山ちゃん一人で行ってきなよ。いや、京子さん、でも一人で待ってる方も怖くないですか、こんなところで。いや、ここの方がいい、ライトあるし。確かに。あっち行きたくない。行きたくない。でも行く？行きましょう。じゃんけん。じゃ、どっちが勝ったら。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、行きましょう。え、じゃあ行きましょう。てか、もうなんか分かりますか、この生ぬるい感じ。あー、やだね。うん、やでしょ。この空間自体がこうなんか狭いっていうかさ、うん、キュッてなってるね、うん、あっちのなんか奥の方ちょっと行ってみようかな、はい、うわ、生ぬるいっすよね。あ、待ってね。はい。なんかいる。なんかいる？猿みたいな。猿？え、今いたね、ヘビ。ヘビか猿か。なんかいました？火のとこに登ってたね、グーッと。本当に？まあ、動物いますよ、本当に。いるよね。あ、います、普通に。リス、猿、ま、猿かな、ね、鹿、イノシシ、クマ。全部います。何の音？誰か来た。ちょっとびっくりした。大丈夫かな。大丈夫です。虫ね、虫ね。ちょっと私ライト当てないで。あ、わかりました、はい。オッケーです、オッケーです。めっちゃ追ってくるんだけど、これやだ。これライト強すぎ、逆につけない方がいいのかな。あ、でもこれに寄ってくるんだよね、顔に。確かに。もし、でもやっぱしょうがないですよね。でもこっちだけあればね、うん、顔は見えるし、私も。はい、じゃあ行きましょう、先に。そうなんですよ、部屋番号ですね。これは何？ここも宿泊施設だった？そうです。112号室、洋室って書いてあるね。はい、
これ見てください、あそこ、あそこの、うん、今そこ閉まってるじゃないですか、うん、あそこあれが勝手にバーンって閉まったんですよ。いやおかしいね、閉まんないよねあのタイプ。だってあの中に誰かいなきゃ無理じゃないですか、うん、で風があったとしても奥から閉まるってありえないじゃないですか。ちょっとおかしいね。そうなんですよ、マジでここおかしいんですよ。ほらなんか音するね、めっちゃ音すんね、なんか落としたね中からね、うん、カリ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 、はい、お話しする、話したい、あー来てんね、お話ししたいの、出ておいで、こっちにおいで、形が現れるように出てきな、山ちゃん見えないかな、ほら、ほら出ておいで、もういますかこれ、中は取っちゃダメなの、あいい大丈夫ですよ、はい、取ってみてどんな感じか、押しないとかって取ってね、うわっ何の音、うわーって、あー何の音、何の音、何の音、なんか泣いてない、赤ちゃん泣いてません、赤ちゃんの音、やんだね、うん、今中どんな感じだった、なんかもうボロボロっすね、なんかギャーって言ってましたよね、うん、結構山ちゃん聞こえる系だね、もう結構聞こえちゃうんですよね、ここに車を止められるようになってる、そうそう多分そうだと思います、ここに車を止めて、この先ももうボロボロの廃墟が、ね、あるんですけど、あなんかちょっと覗かれてる感じすんな、どっかから見られてる感じしない、マジっすか、視線を感じる、感じちゃってます、音すごくないですか、うんすごい聞こえるね、ここは何、これも、これも同じです、感じ取るのが早いですね京子さん、やっぱりもちろん、ここは入っちゃダメ、ここは入っちゃ、もうここまでで、はい京子さん、うわーその車とか大丈夫ですか大丈夫です、あの車そのまんまだね、そこもお部屋なんだ、ね、ほらガンって言ってる、あっち側かな、きほんと豚、豚イノシシ、イノシシか、車来た、車来た、警察、え、しかもこっちに来るやん、こっちに来たね、京子さんこっちに来てます、車ちょっと気をつけた方がいいね、京子さんこれワンちゃんやばいかもしれない、警察、いや警察では多分ないと思うんですけど、何これ、うわっこれやばくないですかこれ、うわ前来た時よりいたずらされてますね、これさ車が埋まっちゃってるよね、はい、地面に、はあ、半分埋まっちゃってるやん、うん、前来た時よりですか、何か感じますかこれ、フロントガラスが割れちゃってね、パイプで見て、椅子かなんかを投げられてる中にね、ほんとだ、これなんか丸、うん、あのスナックとかによく確かに確かに、すごいいたずらだねこれね、ひどいね、あちょっと待ってね、えいるの、いるよね、ほらいたね、いるいるいる、えいるよね、寝ておいで、ガチじゃないですか、いるいる、
何が見えてるんですか。見えてない、隠れてる。隠れてる、出てきてないんだけどいる。こんばんは。でも山ちゃんには反応しないんだ。確かに多分いるよね。ちょっとあのスピリあれをやってみようか。こうだよ、いるよ絶対に。ちょっと言いますか。持てる、大丈夫。はい、ちょっと待ってくださいね。こうであの普通結構集まってきちゃってる感じ山ちゃん今。うん、じゃあこれお願いします。どれ今もこれで待ってくださいね。これどうやってやるんですか。これもうあの今反応してます。いる。あ、もうマックスですね。そのいますか。これ自分の顔映ってたらびっくり。お前いるよね。ともき、ともきさん、お話ししましょう。お話しできるかな。私とお話しできるかな。あなたの名前はともきでいいの。反応が弱くなってます今。弱くなって移動したかも。移動したかもしれないですね。変な感じなくなったもん。ちょっと違うとこ行こうか。はい、これどうやって戻すのかな。これで。あ、もうそのままそのままで大丈夫です。はい、で移動しますか。エネルギーなし。え？え？エネルギーがないんだって。弱だから。うお！どういうこと？なんて言ったの？エネルギーなし弱い。お腹が空いたってことじゃない？じゃないですか。っていうかだからそのもうなくなってるから、うん、力が。喋ってるよ。まあ行こうか。ここにいたって言ってますよ。ここにいたけどエネルギーがなくなって、うん、消えたってこと。お腹空いちゃったからどっか行ったって。ランチに。ランチ行ったんだ。ディナー。ディナーね。うわ、音やばいっすねマジで。うん、これはさ山ちゃんさ行き止まり。これ行き止まりってなんかこのだから全体をこうあの中とかねあって見える。もうこっからあの端まで全部この建物なんですよこの廃墟、はあ。この超でかい。これも宿泊施設だったんですもともと。でここでどこを登ってくのこれ。今ですか、うん、僕たちは登るのはあっち側です。あ、なるほどね。そうです。じゃあ行きましょう。登りますか。もうここ全部廃墟なんです。もうこの左側にあるやつこれで終わりかと思っちゃった。いや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 、もう全然違います。京子ちゃん、京子ちゃんこれで終わらないですよ。楽勝と思っちゃったね今。今日の仕事楽勝かも。こっからが本番、ね、こっからがまあ本番ですよ。ちょっと暗いなマジで。暗いっすよね。だってライト消したらこれですからね。ね、ちなみに今から僕たちが行くところが一箇所目の、はい、アニマルスポットです。アニマルスポット、はい。どういうことですか。クマとシカ、イノシシが、出ます。そうですね、ズーラシアじゃないのかな。あ、ちょっとやだ、引っ張られる。え、ちょっと待って、引っ張られる。引っ張ってんね、誰か引っ張ってます。こう足が引っ張られた今ギュって。足に来ちゃってるんだ。まっすぐ歩いてんだけど足を引っ張ってくるんです。だ行くなってことですよ。だからいや、ともきが、ともきが言ってんの。ともきが行くなって言ってます。なんで寂しいんじゃないですか。だからあ、じゃあそっちにまだいるってこと。ともきはですね多分。ほら聞こえたでしょ。聞こえてない。え、今パチって言いましたよね。あの音どんぐり落ちた音じゃなくて。どんぐりないでしょ。ほらめっちゃ落としてますよ。え、ちょっと待って、涙がめっちゃ出てくるんだけど。わかる？わかんない。すごい涙が止まんない。この左側だけほら。大丈夫ですか。寂しいんだね、ともきは。多分。ごめんね、ともき。後でまた来るから。行ってくるね、お姉ちゃん。石垣屋さんだ。うん、確かに頭痛いっすもん、ちょっと俺。本当？はい。
俺結構頭痛くなっちゃうんですよね。こっちですね。じゃあ、あの頭痛持ちとか大丈夫？頭痛持ちは一応あります。あるんだ。これ左です。はい。あ、寒い。大丈夫ですか？寒いね、意外とね。確かに。なんでだろう、今日暖かかったっすけどね。気温22度今。22度。ありがとうございます。ここから登ってくるの？この上ですね。はい。でちなみに局さん、ここの左側、はい、ここも廃墟です。まあ、あの柵までしか行けないんですけど。柵までは行って、柵までは OK。 うわ、これ全部廃墟です。この一帯全部、こう右もバーって廃墟群が並んでるんですよ、これ。うわ、ちょっとここやだね。はい、行く、行きましょう。せっかくなんで柵までは OK。 柵までは OK です。ここはダメじゃないの？大丈夫です。はい。あやら、引っ張られる、本当に。あららららら、大丈夫ですか？まっすぐ歩けないね。毒が回ってきたんじゃないかって言われてます。え？え？さっきあの京子さん、朝顔の毒？そう。もう歩けないの？はい。まっすぐ歩けないの？うん。アジサイの毒でめまいが来てるんじゃないかって。でもね、めっちゃね、冷たくなってきた肌が。本当だ。ね。冷えてる。大丈夫かな？やばかったらもうすぐ病院行きましょう。じゃあちょっと行きますか。はい、はい、え、なになになに、なんで、なんでライダー、え、サーフィンのやつかもしんない。なんで、なんで干したの？え、今まで来た時なかったっすよ。あ、ライダースーツだ。膝すりむいてるもん。え、トンネルで亡くなった人ってライダーじゃなかったの？そうっすよ。みんなライダーっす。だから、え、俺何回も来てるけど、ここ初めて見ました、これ。でもさ、これなんか形がなんか着てるような感じだよね。うん、カンカンダンスのね、あの踊りの時のえ、カンカンダンスなんじゃないですか、これ。これ見てください、これ全部廃墟ですよ、これ。すごいね、これ。これやばいでしょ。そうさ、金庫みたいなのも置いてあるしね。ああ、この奥も白い建物もう全部これ廃墟です。で、京子さん、そこ、え、これ家、これなんか多分ね、もしかしたら管理してる人の住んでんの？いや、住んでないです。もう誰もいないんですけど、要はその当時ここが運営してた時の、もしかしたら管理小屋みたいな。で、何が怖いって、あそこ見てください、洗濯物が干してあるんですよ、まだ。え、ほんとだ。冷蔵庫が開けられてるっていう。でもここは誰もいないですね。あれは取り入れんの忘れちゃったってこと？もうそのままなんじゃないですか、だから。あ、ほんとだ、冷蔵庫も開いてるね。うん、喉乾いたのかな。喉乾いてるのかもしれないですね。でも家電製品が多いよね、洗濯機とか。まあだから不法投棄をしに来てる人がいるのかもしれないですね。不法投棄してんだから。はい。じゃあ、行きます。何か感じますか？全然ここは大丈夫だった。大丈夫ですか？ありがとうございます。左ですね。これ左です。はい、左です。こっからが本番だから、ね。こっからが本番です。左、上がっていきましょう。もう絶対さ、ピンチの時は逃げないでね。絶対それ約束しましょう。お互いに、逃げそうじゃない？いや、お互いにマジで絶対逃げんのやめましょう。あなた真っ先に逃げるタイプだよね。いや、絶対約束します。本当に？守ります。レディーだから守ってね、ちゃんと。絶対守ります。大丈夫かしら？はい、任せてください。こっからも見えるんですよ、廃墟が。ほら。あ、これも、あー。ほら。これ見通しがいいですね。はい。あ、窓とかやだね。
なんか覗いてそうっすよね。うん、何も感じないですかここは。全然っすね。あ、さすが。ここにはいないね。どちらかというとこっちの生きてる方にいそうだよね。まあ、確かにね、雰囲気がね、うん、明るさとか廃墟じゃなくてこっちのオープンしてる方にいそう。パライス、うわ、はい、こっちです。ヒコさん、こっちなんですよ。もう行かなくていい。え、やばくね。やばいっす。なんでこんなとこセレクトしたのよ。やっぱキョウコさん払ってほしいなと思って。いや、もうおでん早食いとかでよかったじゃん。いや、この季節にね。キョウコ、山ちゃんそっちにいるよ。マジで、うん、見てる。男性ですか女性ですか。男性。トモキじゃないですか。だからトモキじゃない。トモキじゃない。ここ嘘でしょ。これはちょっとね、この赤い布は、あれ何これ。え、ちょっと待って、どうしたの。あ、こっちだ、こっちです。え、あ、はい、京子さん、こっちです。やめて、閉鎖されてるよそこ。いや、ここじゃないです。こっちは、あの、なんかどういうこと。こっちじゃなくて、こっちじゃなくて、どっち。ここですね。ふざけんだマジで。なあ、トトロじゃねえんだよ。こっちっすね。これ無理でしょ、どうやって入ってくのよ。いや、もう普通にこう足場ないやん。あ、でもこっからちょっと落ち着いてきます、足場が。これ多分、これだって人の通り。待って、これね、ん、動物の足跡かもしんない。ほら、あ、確かに。ほら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 、イノシシとか。これね、うん、でかいよね、うん、だって人間の足じゃないですもんね。ほら、クマ可能性ある。まあ、ほんと、しかも俺前別の心霊配信者の方と来た時に、そのもう一人の人、クマ見てるんですよ、ここで、うん、で逃げたんですけど。なんでまた来んのここに。え、それを見てなんで来ようと思ったの。いや、なんかね、京子さん戦えるかなと。戦えるわけないじゃん。そうですよね。殺されるよ。そうですよね、はい。まあ、どうしても行くの。どうしても、まあ行った方がいいかもしれないですね。しょうがないな、はい。いや、これ本当に足跡あるね。ありますよ、本当に。本当にいるんで、ガチでいます、ここで。いたらどうすんの。いたらだからもうに、なんだろう、後ずさりしましょうよ。ゆっくり声出しちゃダメなの。うん、うん、あの声に反応するらしいですよ。ライトは、ライトはあります。ライトは向けていい。向けていいです。ああ、大丈夫ですか。足元気をつけてくださいね、京子さん。てか前来た時こんなじゃなかったんですよね。ボコボコなんだ。なんか荒らされてる、なんかすごい。いや、これさ、歩きづれんだけど、マジで。すんだけ、ここしかも竹藪ですね、ここから。やべえだろ、これ。うわっ、何、触った。触ってないですよ。虫、これ。虫かな。なんかすごい手でフルって触ったでしょ今。さすがに届かないです、俺。ガチで、ガチ触ってないです。虫かな。うわ、ちょっとこれライト消して、なんかこう低いね、ここね。なんかすごいな。もうやめない、山ちゃん。え、熊に会うための配信これ。いや、違います。幽霊です。ここは幽霊出るの。はい、なの、あの、自ら命を絶った方がこの先で、はい、要はこのちょうどいい高さなんですよ、木が全部。うん、こういうところでやっぱこう首をね、人間テルテル坊主ですよね。こういうところに引っ掛けてやるんだ。そうそうそう。だからこう不自然に切られてる木ってあるじゃないですか、うん、あれはだからそういうのが行われた木って言われてるんですよね。すごいね、この木。すご
ごいですよね。これとか意味わかんないじゃないですか、この木とか。ねえ、うん、ロープみたいになってる。え、すごくない？ねえ、はい、トランコみたいな、乗れんじゃないこれ。乗れるか。このこれギリの乗れないかもしれないですね。これ自然にできたんだよね。ナチュラルだと思いますよ。すごいわ自然って。でワンちゃんなんか熊のリアトツがあるかもしれないですね今日。もうやめてって。そう言ったら現実起きるぜ。わかりました、すいません。やめよう考えに。はい、すいません。楽しく行こうぜ。楽しく行きましょう。違う恐怖だからそれは、はい、京子ちゃんジャンルじゃないかな。はい、すいません。熊とはさすがに戦いないっすよ。わすごい、虫すごい。うわぁ、うわぁ、うわぁ、来た来た来た、アブみたいの。え、あちょっと山ちゃん私に当てないで。はい、すいません。ライト、はい、マジですいません。顔に当てないで。はい、顔に寄ってきた。はい、ねえ、当ててたよね。違います、違います。いや、なんかついてるなと思って。どこに？ポッテヨン。オッケーっす。優しいかよ。嫌なんだけど、虫も多いし。あ、やばい。京子さん？ちょっと静かに。京子さん？いるね。いる？京子さん、ガチで逃げよう。だね。どっちどっち？京子さん、左左。ガチでいる。うわ！何？京子さん、いる。ガチで一回逃げた方がいい。京子さん先逃げて、先逃げて、先逃げて京子さん。いるね。ガチでいる、ガチでいる。ガチでいるやん。ガサガサしてたね。でしかもモロっすよね。モロモロモロ。いる。ちょっとそっち光るやつ。はい。はい。一回撤収。いるわ。一回撤収しよう。ガチでいる。だからガチでいるんすよ。ガサガサ言ってたやん。めっちゃ言ってましたよね。あれ何なの、クマ？まあ、クマかイノシシかシカっすね。どうする？どうするとは？いけないよねこれね。あんなガサガサ言ってたら。確かに。それかもう姿捉えるかっすよね。山ちゃん行ってきてよ一人で。いや、やめますか。待ってるか。いや一人で行ってき。え？やめますかじゃあ。危ないっすね。やめましょう。でもあんなガサガサ言ってるの動物だよね。100% 動物っすね。ガッサガサしかも揺れてたよね。はい、でも最初めっちゃ冷静でしたよね京子さん。なんかん最初なんかんみたいな感じでしたもん。凍りついてたのガチやんと思ったやん。逆にね。じゃあここはやめましょう。じゃあおばえっていうより、うん、マジでクマが怖い。まあそうっすね、俺もそう思います。食われたくないもんねぶっちゃけ。確かに俺もそれは。山ちゃん一人で行ってきて。いや一人はさすがにやっぱやめとこ。京子さんが来てるから一緒にやっぱ行くならみんなちょっと見せて意見を、はい、どうした方がいい。みんなやめろっつってますよ。マジガサガサしてたんだけど。ちょっと待ってください京子さん。はい、見えました。あちら見えますか京子さん。これはい、ここに行くの私。はい、なんか気持ち悪いね、なんかね、雰囲気が、はい、これは道路を渡らなきゃ集めてない。これはライト危ないと思う。危ないですね、影響しますか。うわ、ここでよく幽霊が出るの。あ、そうっす、ここめっちゃ有名っすよ。行きましょう。幽霊と間違えられないよね可能性はある。うわなんかやだね。だってもうこれ中に木が入っちゃってるんですよ。これはもう捕まれてないの。まあでも電気ついてますからね。京子さんちょっとこれちょっと、ね、念じてもらって。ちょっと京子さん、
なんかラスト陰陽師の橋本京明さんも同じことやってたらしいです今。何を？写真を撮ってたらしいです。あ、ここで、はい、まだ出てこないですね。これ振った方がいいんだっけ。え、全然出てこなくない？こんな遅かった。確かに。え？え？え？振っちゃダメだって。振っちゃ、え、振るよね。裏？こっち？え、なんで？フーフーするといいらしい。え、全く出てこないよ。え？え、こんなことある？真っ白。黒い方に出てくるの？え、違うっしょ、こっち。もう一回やってみますか。白い方だよね。普通多分白い方だと思うけど。普通にじゃあ誰もいないんで撮ってみて。あ、じゃあ山ちゃん撮ってあげようか、逆に。逆にね。うん。え？今日さ、これ使い方合ってますよね。普通に押すだけパシャって。ですよね。山ちゃん撮るね。これ多分一回これで出して、うん、多分普通に今まで使えてたから。ボタンどれ？ボタンここっすね。これいきます。撮れた。壊れてんじゃない？あ、なんかでもここ出てきてない？どこ？ほら。あ、出てきてる。あ、出てきてる出てきてる。え？出てきてるよ。なんで私に出てこないの？ほら。出てきてる出てきてる。あ、じわーって出てきてるね。じわーって。え、じゃあ1枚目だったんじゃない？なのかな。じゃあ京子さんもう一回いいですか？もう1枚いく。じゃあいきますよ。え、なんで？え、出なくない？え、全く出ないんだけど。フラッシュ耐えてあるよね。え、フラッシュ耐えてたよ。あ、出てきたかな。あ、出てきた出てきた。出てきた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 、よかった。京子ちゃん出てきた。あぶね、怖っ。え、じゃ1枚目だからじゃない？1枚目だったのかな。1枚目は出てこないって。怖っ。山ちゃん、この手の光何これ。え、手のここ、車か。こんな俺の手掴んでるみたいな女性。何これ。俺の手掴まれてる。なんか持ってた。もう持ってないですよね。何これ。光に掴まれてる俺の手が。右にもなんか映ってんね。マジっすか。ちょ、見えないかな、こことか。ちょ、ちょっと明るいところに見た方がいいかな。ごめんなさい、まんま撮ってみれば人いないで。人いないね。まんまね。え、なんか山ちゃんやっぱ持ってない？え、これ手。じゃあ俺ライト持ってるけどつけてなかったですよね。これライト持ってました。何こんな伸びちゃってビヨーンって。なんか手に持ってたライトだけ。うん、ガチで映ってるやん。え、これもう一枚出てきたんだけど、さっきのじゃない？え、あ、これ今撮ったやつ。あ、びっくりした。今撮ったやつね、これ。今撮ったやつ、これは。
特に異常はなさそうね、うん、京子さんのやつは京子ちゃんのもないね、普通に。ほんとだ、普通じゃない、普通っすね。うん、リスナーさんプレゼントで、リスナーさんプレゼントしましょう、これ。中に入ってみる、中入ってみますか、じゃあ2人で入ってみようか。2人で入れる、入れる、入れる、2人で入れる、おいで。いや無理でしょ、入れるか。山ちゃんじゃあ先入って。俺先入るの、入れるよ、2人で。うわうわ、クモの巣とかすごい。うわ入った？入りました。痛い、ちょっと待ってね、これさ、使えんのかな、この…あ、電気来てない、うわガみたいの、うわっ、いっぱいガがいる、やばい、電気ついてないんだ、うわ、なんかだって草ついてるもん、入ってない、普通プーって言うの言いますね。え、お金入れてからつくっけ、これ。いや、普通に多分、あれ、話してもプーって言うはず。え？あれなんか、お尻触られてます、今。なんで？お化けに。どういうこと？あ、お金入れないとダメだって。やっぱり、ちょっと、私出すね、これ。ちょっと出れないんだけど。え？どうして？どうやって出んの、これ。ちょっと、いや、じゃあごめん、え、どうやって出んの、あ、こう押すのか、もう一回、あ、そう、ちょっと待って、10円取ってくるのいいじゃん、はい、なんかすごい毒ダミの匂いすごいですね、なんか臭い、臭いね、草の、100円玉も入るのかな、100円玉入るかもしれないですね、入るやん、え、って言われて電気が入ってないんじゃないこれ。え、お金はどうしたんですか。入ってこない。え？やっぱ電気が通じてないんじゃない。こんなぼったくりじゃないですか。緊急用ボタンみたいなの押しちゃったね。マジで？これ押したの？間違って押しちゃったこれ。これ緊急用？これ緊急用ですね。でも電気繋がってなんか繋がんないのね。さすがにね。でも緊急は繋がんのかな。え？嘘でしょ。曲がんない。これマジで、も皆さんこれ使わないようにしましょう。なんでこれはさ撤去しないの、ね、使えないの。しかもなんかなんでこれ電気つけてるんですかね。ふざけんね、100円。あ、ごめんなさい。そうダメか。いや大丈夫です大丈夫です。100円取られたんだけどマジで。取られましたね。バーコネ、あれ写真は？あ、持ってますよ。持ってる。はい。絶対でも二度と来ねえよ、こんな場所。でもここはよく出るの。あ、ここはもう、トンネル通るときに、ここでもう、男性が目撃されてるらしいんですよ。でもさ、私たちみたいに来てる人が見られてんじゃないの？あー、ここに心霊スポットね。うん。あ、可能性はあるかもしれないですね。だって、見つけたら怖くないだって。確かに。言われてみれば。怖くね。ってね、いたらね、あ、確かに、まあ、ね、あ、いやいや記念写真撮影みたい、もう一枚、あ、いいね、空気出てるよ、オッケー、だから耳がすごい、なんか立ったらなんかね、時空がこう、なんと、やっぱ圧迫されてて、圧迫されてますね。あ、なんかお願いで書いてある。え？この道路には、何なんだこれ。重要な通信が止まっちゃうんだって。なんか掘り起こすなってことっす、多分。あー。何の音これ。え？何これ、どうしたの？あれ？お車。あれ？ぶっ壊れてない？エンスト？エンスト？
エンストだ。エンストだ。やばくない？そこで止まったよ。ちょっと行ってみるよ。え？え？え？大丈夫。ちょ行ってみますか。行ってみよう。京子さん、京子さん。エンストしちゃったよ。エンストじゃん。でこっからが。はい。こっからが純一くんゾーンですね。この先がね。ここはメインだよね。メインです。今日のメインディッシュですね。でもそんななんか強い霊は感じないですか。いや寒い。寒いんだ。さっきからもう鳥肌立ちまくりよ。まあ、本当だ。鳥肌いるんだ。じゃあじゃなくて気温が低いのかな。まあ、でも確かに涼しいっちゃ涼しいっすね。寒いんだよね。あ、じゃあであっち行くとさ、かなり あっちはもう寒いっすね。また温度違うよね。はい。あら、男と女が。うわ。うわ。あら、あら、あら、右に入った。いやー、ここ怖いな、なんか。確かに。行きたくない、山ちゃん。え？やばい。あ、やばい。あ。あ。てか、俺が来ると、こんな車来ないですけどね。めっちゃ車通んない。うん、珍しいっすね、でも。こんな来ないっすよ。通れる、こんな車来てて。え、っていうかなんで雨降ってんの、そこだけ。わかんない。え、え、おかしくない？トンネルの中雨降ってる。トンネルの中だけ雨降ってんだけど。何この車。わかんない。プリ、今誰も乗ってなくなかった。マジで。え、無人。待った、 U ターンして戻ってくる。また何U ターンして戻ってくる。何なんで、なんで、なんで。一回ちょっと履けようと。履けますか。何なの。 U ターンして戻ってくる。何だろう。ちょっとライトがあるかもしれない。何なのこの人たち。こんな見に来てるの私たちは。なんか止まってないのかな。何何何。手振ってましたよ。手振ってた。はい。だこんなにどんなにみんな見学ツアーもういいかげんやろ本当に。空気読めよ。多分そうです。京子さんを見に来てます。みんな手振ってましたもん。だって見るのはわかるけど空気読めよ。今からトンネル入る一番見どころなんだからさ。いい感じよ、そろそろ。てかカメムシ臭いっすね、ここ。あ、ほんとだ。カビ？カメムシ。え、また来た。まただ。さすがに違うでしょ。ぐるぐる回ってきてんじゃないの。あっから来れるの。さすがに違うでしょ。もう車来ちゃったらいけないもんね、ぶっちゃけ。こんな来ないっすもん、だって普段俺が行くと。そうなんでしょ。こう炊きますね。あ、こうお願いします。こうこっちで、じゃあそっと、はい、うち、おっ、え、なに、え、怖い、暴走族じゃないの。やばいやばいやばやばい。え、怖くない、なにこれ。なんでみんなそこで減速するんですかね。ヤンキー、あ、こんばんは。TikTok です。これは何人ですか。10万人です。え、マジですか。なんて名前ですか。山ちゃんです。山ちゃん知ってる。本当ですか。知ってる。え、ライブ中ですか。こんにちは。こんにちは。俺映りたいっす。あ、映ってるよ。外で、外で。え、危な。やば。置き去り？置き去りっす。大丈夫？大丈夫はないっす。戻ってくんのかな。これ反対側来れんの？あ、はい。大丈夫っす。いくつ？18歳です。若いっすね。みんな18ぐらいなの？そうです。あららら。
え、今日 何で来たんですか。このトンネルに調査しに。これなんかクラクション鳴らしてたのなんかあるんですか。いやいやいや、なんかあの響くかなみたいな。そうです。でもここでなんか鳴らすと、うん、あの絶対なんか嫌なことがあるんですよ。え、怖くないですか。どういうこと。どういうことですか。いや、なんか、はい、ここ付近でなんかやらかすと怖いことが起きるんですよ。へえ、だから鳴らしてたんだ。いや、肝試して。ああ、はいはいはい、怖いっすよ。友達たちどこ行っちゃったの本当に。あ、多分回ってきます。あ、ぐるーっと回ってくるんだ、うん、なるほどね。来るんじゃない。ちょっとツーショットで京子ちゃんと。あ、いいですね、お似合いです、ね、彼女いるの。彼女いないです。あ、いない。あれ、どうしますか。じゃあ お二人で、あとはじゃあ、なんラブホテルがいっぱいあるね、この辺りね。そうですね、いっぱいありますね。すごいベトベトしてる、汗かいて汗かいてますここでもさ、すごいさ、寒いよね。寒いっすよ。なんでこれ雨みたいなこと言ってるんだ。いや、わかんないですね。多分下このね、はい、この水がこっちに多分そうです。遅いね、友達に。ねえ、来ないね。うん、やばいっすね。やばいね。うわ、何の音。さっきね、この裏のとこ行ってきたりね、クマがいた。ガチっすか。うん、いたんすか。さって、飽きたんじゃない。いや、違う。え、違う人だった。はい、クマいたんですか。これ違う、友達じゃないの。あ、違います。あ、クマいましたよ、さっき。なんでこんないっぱい車来んの。なんでこんないっぱい車来んだ、ほんとに。こんないつも通んの、ここ。いや、通んないっすよね。通んない、マジで通んない、ほんとに。俺来た時とかほんと1、2台とかっすよ、通っても。マジやばいっすよ。怖いっすね。今ね、はい、7000人ぐらい見てる。マジっすか。うわ、恥ずかしい恥ずかしい知り合いとか見てんじゃない、もしかしたら。え、知り合いとか有名なペッサリー京子さんです。いや、マジっすか。私もう300冊ぐらい来てるのね。はい、こうどこ。すごいっす。一瞬見た時マジビビっちゃいましたあ、そう、お化けかと思った。お化けかと思いましたそんなセクシーなお化けいるわけないじゃんいないっすね。でしょ。どうですか、彼女に。彼女、おお、ぜひぜひぜひ。あら、あれ、あ、来たんじゃない、この音。あ、来た来ましたね、いいタイミングで。いや、運転してるの後輩なんですよ。乗っちゃおうかな、私ね。あら、ワンちゃんスルプップ。あら、後輩がこんなことしちゃってるんですよ。来た。運転していいんすか。あ、大丈夫。うわ、やばい。やんちゃね。あれ、後輩っす。後輩？違う車？いや、あ、後輩なんだ。え、じゃあ10？やばい。え？え？やばいっす。また行っちゃったの？何これ？置き去りに。置き去りっす。まあ多分あれ自分の車なんで。あ、そうなんすか。はい、あ、でも免許持ってんの？あ、持ってます。17歳って持ってんの？いや、18歳。あの、自分が19の代の18歳なんです。あ、なるほどです。あ、はい、そういうことね。あ、びっくりした。無免許かとね。無免許で。それはないっす。さすがにないっすよね。また戻ってくるんですかね。あ、じゃあ大学生ってことか。あ、社会人ですね。あ、社会人。へえ。じゃあ今日は休みだね。明日が休みなの、うんうん。そうですね。お疲れ様です。え、この辺の地元の人なのかな？あ、地元です、みんな。あ、なので。この辺なんかヤンキー多いね。ヤンキー多いっすね。ああ、ね、みんな。何かあったら助けてください。助けます。はい、ありがとうございます。喧嘩とか強いの？うん。いやそんなことないっす。あ、そういうやんちゃじゃないの、ね。そういうやんちゃじゃないっすよ、うん。後輩の方がやんちゃなのかな、もしかして。いやいや、でも全然やんちゃじゃないっすよ。っていうか困ったね、これ待ってなきゃいけない。確かにね。いやいや、そんな遠慮しないでください。いや、でも一人でかわいそうだよね。確かに。いやいや、多分帰ってくるんですぐ。あのスピードで引かれちゃいますよね。いやいや、まあ気をつけてください、本当に。気をつけますよ。で、また戻ってくるってことは、またあのプーって戻ってくるってことです。私引かれちゃったんだ。そうですよね。ちょっと除霊しに行かなきゃいけないんだけど、そう今から。
除霊しないといけないです。そう、真ん中まで行って、そう、京子さんが引かれちゃうんでね。知らないで純一くんとかあるんですかね。やっぱり有名っすよね。はい、純一くんはどこにいるの。純一くんっすか。ここ純一くんっていう名前の人がっていう。そうですね。名前何、お兄さんの名前。いやちょっと恥ずかしいっす。下下下下。あ、じゃあ京子ちゃん、私京子ちゃん。あ、じゃあ僕は、うん、ケイちゃんで。ケイちゃん、あ、ケイのケイちゃんね。ケイちゃんとかね。はい、うん、で、ここ通っても大丈夫だ、ケイちゃんは。はい、ケイちゃん大丈夫ですね。あん中に純一って名前の人いない。いないっすね。あ、いないんだ。いないっすね。じゃあ大丈夫っすね。その噂は本当なんだね。怖いっすね、マジで。純ちゃんが危ないっていう。入ってくるっすか。入ってくるよ、除霊を。え、これ歩いていけない。あ、歩いてきます。トイレ行ける。怖いっすね、怖い。今日はどういう除霊をするんですか、京子さん。今日はぬるぬる、あの、はい、ところてんです。あ、ぬるぬるところてん除霊。え、なんであそこだけ雨降ってるんだろう。雨っていうか地下水っていうのかな。あ、うわ、空気が寒いね、これまた。いや、寒いっすね。これ待ってる？あ、自分はここで待ってた。あ、でも来たかも。来たかもしんない。また、ね、また来た。来たね、あ、きょ、きょこさん。あ、やだ。あらあら。ちょっと待って。あらあら。来たね。音するよね。音してますね、これね。来るまでね。きょこちゃん真ん中にいようかな、こうね。止めてあげようか、次。武田鉄矢みたいね。俺引かれちゃって、ボーンって引かれちゃって。危ない。危ないですよ、でも。きょこちゃん、体張ろっかじゃん。おお、お願いします。え？京子さん？京子さん？ちょっと怖い。京子さんやめましょう。京子さん！京子さん！京子さんやめて！京子さんやめて！京子ちゃん怖い。危ない危ない。怖い。もうやんちゃなんだかな。武田鉄矢じゃないですか、もう。かわいそうっつってるね。のんなのんな。のんなさい。すごいね、チカ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 してきた。おかまっつってた今。いや、言ってないです。言ってない？言ってないと思う。はい。あのオカマって言ってなかった。なんかクラクション鳴らしそう。怖い。クラクション鳴らしそう。さよなら。あ、よかった。よかった。挨拶はちゃんと。ほら、絶対鳴らすと思った。もう来ないんでね。ここが純一くんトンネルです。やばいっすね、圧を感じてね。もうトンネルって結構さ、異世界に入っちゃうの。分かる。てか、なんか空気がね、違う次元に。はい、声が結構響かない。ほら、すごいね、この響き方。風も強いし。うわ、冷た、冷た、引っ張ってないですよ。今引っ張ったでしょ、後ろ。いや、引っ張ってないです、本当に。あ、ギュッて引っ張られた今。サウナの中にいるみたいな感じですよね。撮ってみましょうか。京子さん、これ以上行くと、で、あの、電波が途切れるんで、ここから映します。じゃあ、ちょっと写真撮りますか。
近づいた方がいいかな。遠くない山ちゃん、米粒みたいな。ちょっとアップにする。歩いてきたの今。あ、なるほどです。なるほど。遠すぎだね。この辺の方がいい。この辺り。はい。はい。いい、すごいです。あ、そこで動くの。はい。写真集だねこれね。素敵ね。めっちゃいい写真じゃないですかこれ。神々しいっすよこれ。もう歌うしかないなこれな。じゃあもうそうっすね、除霊ですね。車来てますか。気をつけてくださいね。怖すぎるでしょこの絵。はい、垂れてる水を使う。はい、また来た。いや来ないです。
純一、お主の名前を叫んでいる。お主の傷ついた心を封印させ。はい、魂の浄化をいたしまして、封印して、はい、お疲れ様です。ここから鎮魂歌を、はい、鎮魂歌を沈めるために、はい、封印するだけではダメなんで、はい、まだ、はい、ちょっとね、山ちゃんにも鎮魂歌を歌ってくるんで一曲。あ、わかりました。なんでもね、好きな歌でいいんです。あ、はい、その人を思えばね、はい、純一君のことを、はい、思って歌います。歌ってたら魂が安らぐように、はい。じゃあ純一君、あなたのために歌います。お願いします。安らかに眠りください。素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございます。純ちゃん喜んでる。喜んでますか。これでもう純一君は、じゃ次山ちゃんの番です。純一、成仏してくれ。何もかも許された恋じゃないから、ただやったね、捨てるみたい。この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい。だからお前は子猫のような鳴き声。
しめ合う。それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい胸に愛が仕掛けてしまうように。イエーイ、上手じゃね。ありがとうございます。普通にうまかったわ。ありがとうございます。いやすごいよ。てか俺何が一番見て怖かったかって、うん、俺歌詞が分かんなかったっす。また車来たんだよ。歌詞が分かんなかったの。はい、すごい。歌詞分かんなかったけど多分なんとなくで。ありがとうございます。ありがとう。車来すぎじゃない。やばいっすね、音が。本当だね。えすごいね。全然違う。なんかこの切り替わりね。うん、なんか止まってますよ。またまた止まってる。うん、まぶしい中年。どんだけ来んの。あの俺マジでここ何回も来てますけど、俺こんな車来たことないっすよ。マジで初めてっす俺こんな車来たの。何バックしてんの。バックしてるから要は止めたいんじゃないですか。そこに止めたいんだと思うけど。これ殴っちゃうかな、これ。いや、まあ、まあ、ありですよね、もう。何やってんだ、つって。バイバイ。バーベキション。おぉ。怖い、それ。バイバイ。とりあえず、この辺はもうここで終わり？終わりです。あら。京子さん、もうでも、0時です、もうすぐ。え？もう、結構、ね、終わりですよ。うわぁ！何？ツル。ツルね。トゲトゲの。ちょうどいい時間ですね。ちょうどいいっすよ。もういやもうご飯食べましょうよ。飯食って飯食いって終わりますか。お腹空いちゃったね。お腹空きましたね。